昨日は早く寝れた？早いかも？はじめまして。めちゃ眠。朝配信誕生日以来、本当ですか？めっちゃ久しぶりだ。ってことは、めっちゃ久しぶりですね。おはようございます。見た目は寝起き感ゼロ、本当ですか？早起きすぎて意気込みを感じる。そうですよね。なんかガッツを感じてほしいです。なんていうか、ガッツ？なんか、チャレンジ精神みたいな。私は、あれですよね。やりますか？ってチャレンジしますか？あ、ま、そうそう、そうなんですよ。参加しますか？なんか、やりますか？って言われたもの、全部多分やってる気がするんですよ、今。そう。歌唱力とか、ショールームイベントとか、全部やりますって言ってる気がする。ガッツを感じてください。ガッツを感じてくださいね。えらいね。やった。何事もやる気が大事。めっちゃガッツ。そう。でもショールームイベントってすごい難しいんだなって思った。そうですよね。8時までしかできないってなると、公演がある日はショールーム朝とかしかあんまりできないし。あんまりできないし、でも15歳まであとちょっとなんですけどね。まあちょっとでもないか。だからどうしたらいいのか。でも15歳未満かそうでないかだから、多分15歳未満だったら全員8時までなのかな。どうなんだ。多分そうだと思います。そうだね、そうですよね。
頑張ります。AAO、 そうですよね。今日の朝は5時10分に起きて、5時10分に起きて、そう、5時10分に起きて、なんかリビングに行ってぼーっとしてから配信を始めました。ぼーっとしてから配信を始めました。家族起きてた？起きてないです。フォロワー2222人、本当ですか？めっちゃ2222ですね。すご。ぼーっとするパーティー、そう、公演のやつだ。今日も公演なので、公演の準備してる時に配信できるかなと思って、その時間に配信します。5時から17時、17時から配信します。今日からユニット変わるの？そうなんです。そうなんですよ。そうなんです。今日の公演楽しみにしててください。朝ぼーっとしてたら気づいたら配信をする時間で、慌てて配信をしに来ました。そうなんですよ。このめちゃ朝早くの配信、全然頭が回らない。歌唱力ユニット製のお洋服可愛かった。ありがとうございます。あれは、そうなんです。木本さんとポポちゃんと一緒に買いに行って、花柄で揃えようってなって、花水着だから、もっちゃんめっちゃ喜んでた。知りたいことがたくさんあるんだけど、なぜ会場でおしゃべり会には参加しない？ですね、中学卒業できていないからなんですよ。そこも中学卒業したら参加すると思います。おはよう、おはようございます。オフラインって中学生ダメなんだ。そうなんですよ。だからそろそろ磯部るあちゃんが参加すると思うんですよね。
歌唱力最初の方だっけ、最初の方というか一番です。そんなルールあるんだ。そうなんです。おはよう、おはようございます。そんなルールあったんだ。めっちゃ驚いてますね。おはようございます。もう一年我慢。そうなんですよ。おはよう、おはようございます。磯部ルアちゃんが大人の階段先に登っていた。昔は中学生も握手会出てた。そうなんですね。でもグループによるのか？どうなんだろう。でもやっぱり最年少で入った、中学生で入ったってことを本当にマイナスに1回でも思っちゃったら本当にメンタル持たなくなっちゃうから、プラスに捉えるように、そうですね、しないとですよね。未来は明るいと思う。めちゃ壮大。未来は明るい。今週のオンラインも楽しみだよ。そうですね。頑張ります。楽しみましょう。でも自分が最年少って気づいた時、それはいいのか悪いのかと思ってたけど、そうですね、制限とかはあるものの、早く始められてよかったのかなと思ってます。そうですよね。リリカさん、会いたい。そうですよね。会うってどういう感じなんだろう。会うとは、どう。最年少はメリット、本当ですか？本当ですか？嬉しい、嬉しい。公園以外だと長野かな？そうなんですよ。長野。そうですね。歴代の最年少はみんな偉大だから、そうですよね。偉大ですよね。でも、私、入ってすぐに、最年少だけど、大人っぽいね、みたいな感じで。
そうなんですよ。最年少だけど大人っぽいねみたいな感じで、本当に一番最初の壁車の撮影の時に言われて、そう、だからこれきっと最年少っぽい王道の最年少で行くことは絶対ないんだなと思いました。オーディションの時のお話なんですけど、スイスイが私と同い年ぐらいだと思って話してたんですよ。スイスイは私が高校生に見えてて同い年ぐらいかなと思ってたみたいで、そうなんですけど、私も同い年かなって思ってて、それでスイスイが中学生くらいかなと思って同い年かなと思ってて 両方同い年だと思ってて、だけど両方違う方を想像して同い年じゃなかったです。 そう、スイスイは幼く見える、そうですよね。なんか三つ編みとかもあるのかな？三つ編みとか？あ、でもオーディションの時三つ編みじゃなかったか。そう。両方同い年だと思ってた。もう3期生って高校3年生が多いんですけど、そう、高校3年生が多くて、だから、でも学校との両立がすごく大変そうだなって思いました。なんか中学生はなんか、義務教育だから多分どう頑張っても進級できないことはないけど、みんなテストがってなってて、テストを頑張らないと、でも活動も頑張らないと、テストで何て言うんだろう、普通のなんか活動とか学校を一番に優先できる方と同じラインで、同じぐらいの点数を絶対取らなきゃいけなくて、だけど活動も頑張らなきゃいけなくてっていうのが難しそうだなって思いました。なんかすごい、なんかプレッシャーがすごそう。難しそう。リリカちゃんは普段はしゃいだりするの？はしゃぐ。はしゃぎます。そうだ、言葉の感じが変だな。はしゃげますかもしれないです。本当に幼い頃ははしゃぎについていけなかったんですけど、最近は騒げる？違う、波についていけるようになりました。はしゃいでいるというよりは、はしゃげるようになったという感じです。
そうですね、心の盛り上がりを出せるようになりました。多分そうです。ノリを合わせられるようになった感じ、そうですね。3期の周りはハイテンション多い。そうなんですよ。それで、笑顔を合わせられるようになった。いい感じ。いい感じ。そう。でもさすがにさ、なんか公演の MC とかで私がなんて言うんだろう、うまく笑えてなくて「ああははははあはは」みたいになってたら、めちゃついていけてない子になっちゃうから。いい感じ。最近はいい感じです。いい感じ。そう、いい感じです。雰囲気が好きです。本当ですか？ ついていけてない MC も可愛くて面白い。なんかでも自分が MC の時はここの MC どうなるかなと思いつつも意外と時間もいい感じになるので。そう、最初の頃はキョロキョロしてた。あれ、確かにキョロキョロしてたのかもしれない。敗者っていう答えはいつから考えてたの？なんか、まあ、事前にさらっと考えておこうみたいな感じで。そう、さらっと考えておこうっていう感じで、あんまり旅行っていう感じを知らなくて、行きたい場所って言われてて、だから歯医者かなと思いながら「歯医者」って書いておきました。適当になんか旅行に行きたい場所はちょっと思いつかない。わからない、思いつかないというか、そういう考えが頭になくて「歯医者」って書きました。 そうなんですよ。行きたい場所って聞かれたから「歯医者」と。あれは笑った。 もうあれはもう自分も公演の MC 中にびっくりしました。これってこういうことだったの？そういえば私振られる気がするんだけど、私そういえばこれ振られる話と思って、これ私真面目に書けてなくねと思って。 気づいた。冷や汗が、そうですね。オチとしては100点満点。もう、これ、私、振られるぞ。ちょっと待てと思いながら、そう、ちょっと待って、振られると思って、これ、敗者って書いてるぞ、自分と思いながら。
歯医者ですって答えました。今日の公演のもね、楽しみにしていてください。そうなんです。今日も公演があるので楽しみにしていてください。この枠は何時までだっけ？50分やればいいから、30分から始めたから20分までです。確か。そうで、次が何時からだ？次が、次が何時からだ？35からかな？ん？35からですよね。ありがとうございます。じゃあ6時35から始めます。はい。6時35から7時25。そんな感じですね。6時35分から「おはべるございます」なんてあるんですか？ベルワールド。でもすごいですよね、みんな。なんかポーとかつけるのを考えたりとか、ベルちゃんとか、そう、すごくなんか普通に生きてるだけじゃ思いつかないような、なんというか発想というか、発想というかで、すごく感動です。リリカちゃんはなんかないの？リリカは、そうですね、なんか一番最初の方になんか自分のキャラというか立ち位置が分かってきてから慎重に決めたいっていうふうなことを確か言っていたんですよね。そうそうそう、そんなことを言っていて、でもまだ研究生だし、自分の立ち位置はまああるかもしれないけど、それはどこまで通用するものなのかとかもまだわからないから。なんかすごい声が聞こえる。なんだろう、めっちゃ怖。そう、だから決めないかも。めっちゃ声聞こえる。え、何？
や、すごい、なんかめっちゃ声聞こえた。なに？配信では聞こえない。本当ですか？じゃあよかったです。それなら OK。 聞こえてないなら大丈夫かもしれない。大丈夫です。物音は今聞こえた。そうですよね。私もなんか聞こえました。なんだろう、ガタッ、テレビの音とか。そうかもしれないです。外から、ん？どこからなんだ？リリカちゃんにだけ聞こえる声。本当ですか？そうなんですか？フォローしました、ありがとうございます。何かがいる？そうかもしれない。壁の中から？分かんないや。でも本当に話戻っちゃうんですけど、みんな、なんだろう、なんかすごいのありましたよね。そう、すごい、なんかメルワールドとか、そう、自分のなんていうの、明確な立ち位置というかが目に見えるものとして残っているというか。そう、すごくいいな、ベルワールド。あと、なんかキャラクターがいた気がする。なんか、なんだろう、なんかよく描いているやつ、あのなんか、コックさんみたいなやつ、なんだろう、ベルボーみたいな、ハルチュン沼。あ、そういうのもあるんですか？素晴らしいです。今日は朝からブゴーンです。ブゴーンです、初めて聞きました。今日は朝からブゴーンです。慌てて見つけなくてもファンと一緒に作るのもあり。そうですよね。慌てて、そう、決めなくても。多分私は自分一人で決めるとか考えるとか、なんて言うんだろう、ん？決める？考える？というか、これからに関わることを、多分、なんて言うんだろう、そう、自分一人で多分考えたら、多分プレッシャー、怖い、多分できない。だってなんていうか、例えばなんていうか、歌唱力に参加することと歌のコンクールに参加することって全然なんか違うじゃないですか。なんか、そう、歌唱力の時は自分がなんか努力の過程も見られているというか、そう、応援されながらやっているというか、だからなんというか気持ちが違うっていうか、コンクールとかだったら自分が思ったようにただひたすらに頑張れるけど、歌唱力は
なんか努力の過程も見られながらという感じだから、すごくなんか不思議な感じがするんですけど、それもなんかそう思ってたけど、なんか歌唱力はそうかなって思ってたけど、よく上がればこの活動自体全部そうなんですけど、なんかだからそう頼ることというかは大事だなと思いました。一緒に頑張る仲間がいるのはいいことだね。そうですよね。でも一回出てしまった情報とかは戻らないから、なんか自分がすごい慎重に行きたいなっていうのが希望で、なんていうか、そう、この時期のこれはちょっとやめておいた方が良かったなとか後で思うのが嫌で、逆にこの時期にこれやっておけばよかったなって思うのも嫌だけど、この時期のこれがあんまりみんなに見られたくないなとかいうものを作りたくなくて、そう、全部が良かった時代のものだなって、なんていうか変なことやってても味というかに見えるぐらいのものであってほしいなと思っていて、そう、黒歴史を作りたくない、それです。黒歴史を作りたくないっていうか、全然あってもいいんですけど、なんかマイナスなイメージになるようなものだったらない方がいいかなと思うから、だから慎重に頑張ってます。そう、この時のこれでこうだったなとか後で思い出してあんまり良くないものがあるのは自分的に納得いかないから、自分が納得いくように頑張りたいなと思ってます。今研究生で何でも頑張れる時にショールームのイベントとか参加しておくのが私的に後悔しないかなって思ってて、中学生だから不利とか確かにあるけど、今たくさん挑戦しておいた方がなんか、そうですね、挑戦がきっと1年後2年後も怖くないかなって思ったんです。慎重に激しく、そうかもしれないです。慎重だけど激しいかも。しっかり考えてるね。そうなのかもしれないです。そうなのかな。でもきっとみんなの方が多分考えてるかも。ただ私はこういうことを自分の思ってることっていうか、自分が何て言うんだろう、心に留めておいていいようなことをもう全部話しちゃうから、そう、めっちゃ考えてる人みたいになっちゃう。参加すればいいよ。そうですよね。
ってくれる方がいいね。そうですよね。自分が中学生の時は何も考えてなかった。でもそうですよね。中学校で学校だけなんていうんだ、活動やってなかったら、でも何頑張ってたっけな、なんか思い出せなくなっちゃって、だからこの活動しててよかったなって思います。すごくいい。なんか日々の忙しさ度が、忙しさ度がなんていうか私に合ってる気がします。とってもいい感じ。自分が中学生の時はご飯のことをよく考えてた。今もかも。考える、たくさん。りりかちゃん、学校とアイドルの両立頑張って、頑張ります。今日の朝ごはんはさっきココアを飲んでて、ぼーっとしながら、それで、ぼーっとし終わって戻ってきました。朝からめっちゃ深い話、長く話そうと思った。そうです、今15分か。ココアは冷たいやつ、冷たいやつです。35分からです。次は寒いのに冷たいやつ、そうなんですよ。今口の中なんかやけどなのか口内なのかで、そう、痛くて だからやけどだったらもう嫌だから冷たいのに飲んでます。そう、この枠は20分まで。そうです、そうです。そんな感じです。ヘアーチャレンジは今のところ無理だね。楽しみ。そうですね。でも学校行く前に髪ぐしゃぐしゃになったらもう学校どうしようってなる。友達に「今日ちょっとリリカちゃん髪大丈夫？ 髪大丈夫？」って言われちゃう。よし。おはよう、おはようございます。成功すればいい、確かに。まあ最終的に成功すればいいですよね。よし。いつになったら公園で髪型変えられるようになる。そうですよね。変えられる日が来るのか、研究生の間とは、間は。よし、壇上を読みます。壇上読みます。よいしょ。読みます。よいしょ。いきます。13位エンドさん、12位ハニワ男子さん、11位イチョールさん、10位のんのんさん、9位ただのきのこですさん、8位オレンジさん、7位やまっぴさん、6位ウエッジさん、5位自転さん、4位テラさん、3位、ハヤトアルビーさん、2位、リエちゃんズさん、
1位ゴーヤマッチョラテさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ヘアアレンジ配信が黒歴史になりませんように。もうヘアアレンジの配信は黒歴史でもいいかもしれない。もううまくいくわけが多分ないです。ヘアアレンジはきっとぐちゃぐちゃになりますね。ヘアアレンジすると私が。次は35分ですよ。35分です。ありがとうございました。35分からなのです。20分になりました。バイバーイ。35分です。